この人と答えを揃えましょう。かっこいいと思う外国人の名前は何？いいね、チームは石君が答えそう。じゃあまずは原君お願いします。どうぞ、マイケル。なるほど、シンプルにね。シンプル、これやっぱり、はいはい、あんまり、うん、ワードがパンポン出てくるタイプではないんですよパンポンって、パンポン、パンポン出てくるポンポンじゃない、パンポンって、パンポン出てくるタイプではないので。名前がサコリッチさんですから、あ、そこからなるほど、来てるしかないじゃん。はい、上竹君答えどうぞ。ジョコビッチ。なるほど、ジョコビッチですね。マジでリアル。サコリッチの答えは何でしょう。どうぞ。ニコラス。ほらほら、そうなのよ。でもマイケルかニコラスしかない。ジョコビッチなんて思いつくわけないじゃん続きまして、おみやチームいきましょう。まずは安田君お願いします。安田君どうぞ。こちら、ブラウンビーンズブラウンビーンズ。ジョンビーチョッパーね、ウルフルズ。ウルフルズ好きなんで。さあ行きましょう、石井君の答えはこちら、どうぞ。マイク・ピアッツァ。あー、ピアッツァ。ヒント、ヒントや。回しに行ったら野球好きやから。そうや、二人。なるほど。いや、ただね、イタリア系外国人なんだよね詳しすぎた。いやいや、あのね、詳しすぎた。イタリア系アメリカ人なんですよ。そうなんだよ、イタリア系ですから、ね、あの代表の時、イタリア入る。イタリア代表そうだ、ね、弱いのよ、イタリア代表ちなみに、バレンティはオランダ代表。いや、投げ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 